エストニア語は、ウラル語族、フィンゴル語派、バルトフィン諸語に属する言語。和者は、約110万人で、エストニアの主要言語であり、また、公用語となっている。フィンランド語に近く、ハンガリー語とも系統を同じくする。南エストニア方言とタリン周辺で使われる北、エストニア方言の二つの方言があり、後者は、現在の標準語の元となっている。漢字表記では、 アイサクニア語18世紀の初めから1918年に至るまでエストニアはロシア帝国の支配下にあり、約20年後再びソ連に併合され、1991年に再び独立したが、エストニア語にはロシア語の影響があまりない。むしろ、フィンランド語やドイツ語の方が密接に関わりを持っている。フィンランド語とエストニア語は、 同じウラル語族に属しており、語彙の面でも、文法の面でも、共通点が多い。また、ドイツ語との関係は中国語と日本語の関係に似ており、長期にわたってドイツ語や、その一方固と低地ドイツ語から影響を受けてきた。その証拠として、エストニア共和国の首都タリンには、低地ドイツ語で書かれた歴史文書が大量に保管されている。エストニア語には、首都、 タリンを中心にした北方ことと第二の都市タルテを中心にした南方ことがある。現在の標準エストニア語は北方ことに基づいている。エストニア語が文字を使って書かれ始めたのは1520年代以降だが、当時はキリスト教の教会に住んでいたドイツ人がエストニア人に布教するために使われたもので、実際に使われていたエストニア語とは、 かけ離れたものだったという。また、1739年にはエストニア語訳聖書の全訳が出た。19世紀に入る頃には徐々にエストニア人にも読み書きのできる人々が学校教育の普及によって増え始め、その頃から新聞や小説などが出るようになった。独立直後の憲法制定会議の議事録はすでに現代のエストニア語とほぼ変わらないものだという。 その後、ソ連時代を経て、現在に至る。他のバルト諸国同様、エストニアには、ドイツ系移民が多く、このため、エストニア語は語彙を呼び、統合法の両面でドイツ語の影響を強く受けている。言語形態論的には、ウラル語族に多い公着語からインドヨーロッパ語族に多い屈折語への移行形態を見せている。インフォーマーチンや、 コンサートなどドイツ語と発音が似ている単語もしばしば見受けられる。表記にはラテン文字を用いる。ただし CFQWXYZ は外国語由来の語にのみ用いられる。また CQWXY は言語の綴りのまま表記される場合のみ FZ は比較的新しい外来語に用いられる。 エストニア語独自の文字としては、がある。はドイツ語と同じでそれぞれの A と E、O と E、U と E の中間の音となりは非延伸の O である。基本的にローマ字読みが可能である。エストニア語の母音以下の母音は日本語にないため注意が必要である。詳しい発音や音声データはそれぞれの項目を参照。長短母音の長短には単、超、 蝶々母音の3段階の変化がある。また、ウラル語族の特徴である、母音調和は現在は消失している。B、D、G と P、T、K はそれぞれ同じ P、T、K の音を表す。例パルバー、対、組から、バー。ただし、母音に挟まれている場合は、P、T、K は、長い、P、T、K となる。と、作家に近い。 五島の H は読まない話でも多い。また、とは、共に、を表し、は、長く、は、短く発音する。また、J はドイツ語などと同様に、J を表す。即音、超長母音名詞に、性はないが、単数と複数の数を持ち、また14の格変化を有する。形容詞は、名詞同様に数及び格変化を有する。体格を持たず、 直接目的語は続格あるいは文格によって表す。直接目的語は否定文においては常に文格となる。肯定文におけるこの区別は動詞の層における完了証と不完了証の対立に大まかに対応しており、一般に加算である個体に対しては続格、非加算な非個体に対しては文格を用いる。また、 動詞の不定詞は二つあり、ま、不定詞とた、またはだ不定詞が存在する。格変化エストニア語の名詞は、様々な格変化をする。また、俗格は必ず終わりが母音で、文格は、終わりが母音、もしくは、死音の t、d である。単数俗格型に d をつけることで、複数主格型を表す。格変化の内訳は、主格、俗格、文格。 入り角、内角、出角、向かい角、節角、脱角、変角、様角、至る角、結角、強角の14種類。このうち、場所を表す角は6種類ある。詳細は、以下の表を参照。ただし、中、上というのはあくまで目安のようなものである。また、以上の語尾はすべて単数続角型につける。認証代名詞角来は、 強制のない単形と呼ばれる形。対し、入っていないものを長形という。また、三認証には、英語やドイツ語のような男女の区別はない。動詞のマイナスまで終わる形を不定詞という。間を取り除いた形を不定詞語感という。エストニア語は、主語の認証によって動詞が変化する。ここでは、動詞、イラマを例に挙げる。 不定詞語間に対以下の部分をつけると文が成立する。また、エストニア語の現在形は非過去を表すため未来のことも表す。エストニア語の英語で言う、B 動詞に当たるものはエストニア語ではアレマという。アレマは不規則動詞で動詞の規則に当てはまらない。また、否定型を作る際は否定の小詞 A を動詞の前に置く。 レーマオルニーストレイン、マエオーレイストレイン。私は、エストニア人です。私は、エストニア人ではありません。ただし、エオーレに限っては、特殊な否定系ポールを代わりに使用することもある。以上のように、イラマという動詞は、認証語尾の直前に、シマイナスをつけている。これはエストニア語の動詞の多くが持つ特徴である。ただし、アレマは、死の代わりに、愛を使う。 ウェブ書籍、ありがとうございます。